まあまあ12月12月ですね。これ受験生追い込まれてるんですけどね。まあまあまあ今ね最後のねそういうシーズンでね、うん、そうそうそう、まあそのとばっちりが私にも降りかかってきまして、おお聞こうじゃないか、どういうことだい、あの親戚にね、はいはい、いるのよ。あ、じゃそういうことね。ちょうど中学校3、4年生のダブっちゃった義務教育ダブるってどういうことだよ。なんかいいのね、3年生ね。で、ほら勉強ね、はいはい、まあ、お兄ちゃんだし、はいはい、そうだね、ねえねえそういうパターン、そうそう教えてくれって、うん、ねえねえ、ブニーちゃんブニーちゃんブニーマミで感じですよ。え、なんでピンとこないのピンとこかなと思って言ったのによ。新しい正義のヒーローが違う、撃ってんだ、あれ。 あ、なるほどね、はいはい、教えてくれと、はいはい、言われたわけなんですよ。お、教えてもいい、そんなこれどうしたらいいのかな。中学生レベルの問題だよ。大丈夫、教える大人だぞ。だ、いや大人だぞって言う、俺中学校の時の成績わかっぺや。わかっぺやって言われてもな、数学9点ひでえですよ。理科8点、相当ひでえ。保健体育99点、何があったんだよ。どうされたの、男と女の一致のやつだけ点数取ったんだべ。いや、あのバレーボールの真面目かって。ごめん、スケベで申し訳ない、そこは。そういう頑張っちゃった。そこは頑張って教え、得意なやつ教えたらいいっちゃ。苦手とかじゃなくて。あ、得意なやつね。うん、でも得意なやつ、あれ、俺は理数系苦手だった。はいはい、で、文系の方はどっちかって言ったら。あ、じゃあ、特 A シャーターで逃げ目だから。ああ、ここ行こう、ここ行こう。それ教えたらいい。バカロー、なんで教え逃げ目になる、教え逃げ目なの、車かんなきゃいけない。いやいやいや、せっかくやつだよ。先ほどブーニーちゃんで。ブーニーちゃんで。あ、もうテンション高くいけよ。早速やってんね。僕もやってんのね。嘘だべ。何したこれ、漢字の練習したらどうすればいいんだよ。何このみんな勉強した漢字の練習、練習してから俺入り込めねえよ。漢字はやらせとけって、お前応援でもしてるから。お、いい存在。どういう応援もしてる。信用くれ、信用くれ、邪魔だわ。そういうことでしょ。そういうことでね、そこはいいや、手つけるんだ。この前やらせとけだよ。やらせよ。英語、英語やるね、英語。英語、英語やってるね。パッといけ。うそだべ。何したこれ、単語の練習したらどうすればいいんだ。練習系はやらせとけって。応援でいいんだ、応援で。応援、お、ピーピーってなんだよ。ピーで噛むわ、それイエスタデーだねって。そこは別にいいんだ、ちゃちゃ入れなくて。やなんで、やっこのねえべや、俺したら。あ、ほら、受験って、あのね、ヒアリングがあるわけですよ。英文聞いて噛むやつがあったら、リスニングのことね、どっちでもいいんだよ。あの、ヒアリングがあったら、お前が読んでやったらいいの、英語の文章は。俺が読めばいいよね。お前が教えてる気なっぺ。タダヒロ、プレイ、テニス、ベリーウェル、なんか黙ってからさ、意味黙ってんの。バッチ、しかし、サンタクロースイズ、カミングトゥタウン。文章どうなってんの。ピコーズ、なぜなら、キャシーズ、ナンシー。どういうことなんだよ。キャシーは自動なしでしたみたいな、そんな話だ。ダメだよ、英語ダメだよ、それ。あれだったら得意なんだけどね。何得意なの。家庭科だったら得意なんだけどね。高教科じゃないでしょうか。ミシンの授業とか料理の授業とか。裾上げ、まつまり玉結び。かっこいいんだよ。上の皮膚かっこいいんだよ。こんな感じでやったんだよね。やべえから、家庭科は。で、わかった、わかんないとこないって聞いて、で、それで、わかんないって言われたらそこ教えろ。それ そんなこと聞いてよ。俺の苦手な理数系がわかんないってやつ。最終的にはでも教えなきゃないよ、それも。どうすんの、三平方の定理とか。あった、そういう難しいやつな。水平リベ、僕の部屋。あ、理科のね、元素記号じゃん。3LDK、僕の部屋。どういうことなんだよ。いいとこ住んでねって話だよ、これ。どうすんの、それ。だって教えるの。頑張って、もう参考するとワークとか見て、あ、こうだったなんて思い出してきて教えるや。め、頑張ってさ、参考するなんて、こうやってやるわ。で、理解しました。理解しました。いざ教えました。あ、ありがとうございます。でもこれ、大人になったら使わないんでしょうね。キャーどんどん言うんだ、みんな。どんどんそういうふうに言うの。キャピーン、何やってんだよ。なんで怒って腹開くの、それ。何システム、これ。やめなさい。頑張って教えるしかないの。俺あれだったら得意だったんだ、美術だったら。ご教科彫刻刀で彫ったり、版画をいっぱい吸ったり、それを干したり、めっちゃ干すな、いっぱい干したり、はいはい、それを食べたり。ダメじゃダメなんだよ。ゴッホ、ピカソ、ムンクの助け、ビッター。関係ねえじゃん。火曜日、粗大ゴミだった。関係ねえぞ。本当に関係ねえわ。月曜日の夜にでもして逃げんだよ。それだったらよかったんだよな。どうでもいいんだよ。もう、あの、社会ある、社会。社会ならいいんだよ。ほら、あの、現実、この社会でも使うから。社会こそ俺いらねえべや。あれ、暗記もんだべ。あ、まあそうだけど。どうせあの、な、問題集を赤ペンで書いて、それを赤シートで書くって覚えてくれ。まあ、やっけど。何すればいいの。まあまあまあ。何、赤シート作れって、俺に。相当な作ってやっから。ほら、赤シート作れって、ほら。赤シートいっぺん作ってやっから。そんないっぺん作らねえくて。コントでもしたらんで、はい、コントするの俺ら芸人だべ。芸人だから、なんか歴史上のコントでもして面白おかしいを覚えさせてやればいいべ。上等でやってっからんで、面白い、はい、コント、織田信長。あ、有名な人来た。ウエス、織田信長です。キャラ止まってんの。
にやられんのは不甲斐ねえから、いっそのこと自分で死のうと思います。なるほど、本能寺の変なアップやろ。ブシャッ、あーくさっぴーなんだよ。腹を上げんな、舞台上で。ほんでおめえ、歴史だったらまた人物登場してな、コントやりやすいけども、どうすんのよ、チリは。チリは、チリどうやってコントすんの。そこまでコントしろって言ってねえじゃん。やってやっから、ショートでやってやってショートコント、南極大陸。あー、南極大陸に来た。あ、白熊だ。ブシャッ。続きまして、チリ関係ねえじゃねえか、ここよ。ボスニア、ヘルツェコビナ。マニアックな国だ。あー、ボスニア、ヘルツェコビナに来た。あ、熊だ。ブシャッ。一緒なんだよ、そこよ。続きまして、ハワイ。あー、ハワイ、海はやっぱ綺麗だな、ね。あ、熊だ。ブシャッ。なんだろ、そこサメでやりゃ、サメもやられるんだったら。サメでやるっすよ。なんでそこで上手に。何せシャミー、やめろ。アグナ、二度と俺の前でアグナ。おめえはもうベルトコンベヤーとかに挟まれてしまえ、もう。なんで望むとこなんだ。やむいより一緒に相談したか。なんでだ。俺は自分で考えねえ、その子に教えるわ。どうやってやんだよ。ちょっとその子に授業を進めてみる。最初から行くよ、こたすなよ。んでね、頑張りました。